結局買っちゃいました。どうもアーチです。はい、買ってしまいました。 HG144/1 ガンダムシュバルツリッター、ガンダムビルドファイターズの、アメイジングレディっていう外伝みたいなやつですね。その中に出てくるキットです。この作品自体見たことないんですけど、あれですね、形がかっこよかったんで買ってみました。はい、このね、黒基調のゴールドが入ってる、まあまあかっこいいですよね。箱がこういう感じになっております。今日はこれのランナー紹介までやっていきたいと思います。まず箱見ていきましょう。はい、こういう感じですね。これ体験みたいなのがつくんですよね。あ、バイザーもつくんですね。はい、こういう正面になってます。して横、おお、これ合体してでっかい剣になる。これに惹かれたんですよね、結構。はい、ハンドパーツ、おお、平手、小手みたいなのがつくんですね。はい、でフリューゲルメッサーは、これがウィングになってるんですよね。ウィングが取れてこのフリューゲルメッサーになって、これを左右合わせるとフリューゲルシュベルトになるという感じですね。はいはいはい、受け継がれる2代目名人の意思。おお、なるほど。で反対側がこういう感じですね。あ、ここにアメージングレディのあらすじ載ってますね。3代目名人川口を主人公に、アニメでは描かれなかった第6回第8回の世界大会を書き出す外伝漫画。あー、なるほど、名人が主人公なんですね。あー、ははははは。では早速開けてみましょう。中身が、よいしょ、おー、あ、シール、ホイールシールついてますね。そんな多くないです。あー、ゴールド綺麗ですね。うんうん。で、おお、結構な色プラが多いですね。うんうん。で、はい、こういう感じですね。そして説明書、うん、ほう、はい、シュバルツリッター。この乗るのがマスクドセカンドジェネレーション。うん。ははは。は、二代目に似たコスチューム、仮面を身につけたファイター。その正体は謎に包まれてるらしいです。はあ。で、中が、こういう感じですね。うん。あ、え？ほうほう、カテドラルガンダムからこいつになって、で、あ、デュナヤルガンダムになるんですか。なるほど。カテドラルからシュバルツリッターで、デュナイアルにつながる。デュナイアルって肉弾専用っぽい機体でしたよね。じゃあこいつもそうなんですかね。体験みたいなのがついてるんですけど、あ、素早い機体であれば遠距離から攻撃する必要はない。おお、すごい極論だ。というコンセプトのもとに格闘戦だけに特化している。あ、なるほどね。敵の攻撃を避けつつ接近して体験、大型剣で仕留める。このシンプルな戦闘スタイルを実現するためには、本機が飛び抜けて高い機動性を持つだけではなく、操作するファイターの技能と瞬時の判断力が必要となる。なるほど。近接系、まあそうですよね。銃とかないですもんね。ビームライフルとかね。はははは。で、中が、こういう感じです。はい、うん、はいはい、こういう感じですね。で、裏があってっていう感じになってます。じゃあちょっとランナー見てみましょう。はい、まずはシール、そんなに多くないですね。で、ポリキャップが、お、 PC002 ですね。一番新しいやつですね。はい、そしてこういう胴体とかですかね。で、ゴールド、うん、ゴールド、あー、綺麗ですね、ゴールド。そして黒とかもあって、これがちょっとツヤツヤの黒っぽいやつですかね。で、白、うん、あ、細かいな。あー、平手、平手ついてますね。こういうのいいですよね。あー、こういう、こういう小手の平手もついてると。はいはい。そしてゴールドのパーツ、
あ、色分けほぼ成型色で再現されるんですかね。あ、これ裏打ちパーツっぽいのも入ってますね。へえ、すごいな。はい、そして黒いランナー、うん、こういう感じですね。はい、で最後ゴールド、ゴールドと、あとここにクリアパーツ、バイザーっぽいのですね、のが入ってます。パーツ数的には、うん、まあぼちぼちな感じですかね。鉄血に比べると多く感じてしまうんですけど、はい、値段的にはこれぐらいのパーツ数ですかね。というわけで今日はガンダムビルドファイターズアメージングレディから HG144/1 ガンダムシュバルツリッターのランナー紹介でした。あのビルドファイターズのプラも久々に買いました。まあいろいろ凝ってて面白かったりしますよね、このアニメに出てるやつとかはね。うん、ちょっと早く作ってみたいなと思います。じゃあ次の動画で作成していきましょう。今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひ登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で。